メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？まずはライオンズの先発高橋光成がメットライフドームのマウンドに上がります。さあ、ホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。初球は何で来るか。打ちました。高く上がったライトが下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン。先制ホームランです。ホークス、ライオンズ初回いきなり先制弾を浴びました。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。いきなりの先頭バッターホームランで先制点を奪われました。バッターは2番に入っている栗原。ライオンズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。初球ボール。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。ボールになります。縦のスライダー、ツーボールツーストライクです。大きく外しています。3ボール2ストライクです。引っ張った、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには3番柳田。ワンアウトランナーなし。まず何を投げてくるか。初球ボール。力のあるストレートですよね。インコースストレート、際どいところに決めました。3球目打ちました。これはどうか、ヒットになった。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。
ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスバレンティン。ライオンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっとさっきのホームランを引きずってるかもしれませんね。ああそうですか。まあここは切り替えていくしかないでしょうね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。次が2球目、スライダー外れてボール。牽制、二塁セーフ。インコース高めの変化球、これは手が出ません。これは手が出ないか。ストライクを取ります。追い込みました。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファールボール、見逃しで三振を奪います。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。さあそして打席には長谷川が入っています。さあ2アウトにはなりましたがまだピンチは脱していません。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですね。これはデッドボールということになります。さあそしてバッターボックスには今宮が入ります。さあピンチは続いています。まあ勢いづかせると厄介ですからここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。初球はストレート決まっています。外角高めへのストライク、すぐに追い込みました。まあ次のボールで勝負もありですよね。無理に1球外す必要はないですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。引っ張った、グラブが届いた、一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。ご覧いただきましょう。見事なダイビングキャッチを見せてくれました。ファインプレー。これは気迫の感じあるプレーですよね。しかしこの回ホークス値千金のホームランが出ました。1対0ホークス先制です。1回の裏ライオンズの攻撃です。ライオンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますホークスはご覧のような守備陣です。ホークスマウンドに上がるのは先発のムーア。さあライオンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。スパンジェンバーグが打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。高め打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている源田。まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか。空振り、スピードボールを持っています。今のはよく見ましたよね。はい、低めわずかに外れてボール。インコースへの変化球、ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込みました。
内へのボール外れました。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。クリーンナップが登場します。バッター森、ライオンズ同点のランナーが出ています。アウトコースボール、スピードボールを持っています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。ここは盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れないといけませんね。なるほど、そうですね。これが4球目、走ってきた、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。そうですね、いい走塁でしたね。これで追いつく可能性がぐっと高まりましたよね。やはりジャストミート抜けた、セカンドランナー帰れば同点、同点のランナーが3塁を回った、セカンドランナーホームイン、ライオンズ同点、1対1、振り出しに戻りました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。こういう場面で本当にいい働きをしますよね。この1回の裏、早くも流れを呼び戻したようです。バッターボックスは4番山川。ライオンズこの回同点に成功、攻撃は続いています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、やはりつなぐ意識が生んだタイムリーだったと思いますね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。併殺狙い、インコースに攻めてきました。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3連打。ワンアウトランナー2塁1塁。打順は5番この先。ライオンズこの回1点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも一打勝ち越しのチャンスです。いや、見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。ストレート打った、ボテボテの当たり、サード取った、二塁へ送球、二塁アウト、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。まあできればアウトカウント増やしたくなかったですよね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから、非常に期待がかかりますよね。その期待に応えてほしい。中村が打席に入っています。初球バットが回ります。これは見送ってボール。
ランナーここはスタート切りません。ランナースタート、見逃し三振、ランナー釘付け、三振で攻撃を終えました。ご覧いただきましょう、勝ち越しのチャンスだったんですが結局三振に終わりました。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点が入りました。1回終わりました、1対1、ライオンズ同点に追いつきました。2回の表、7番から始まるホークスの攻撃、バッターは松田。ライオンズ同点で迎える2回です。さあ里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。まあ、とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど、さあしっかりと守っていきたいところ。2球目は何で来るか、インコース決めてきた、ノーボール2ストライク。ファウルになります。アウトロー外れます。